皆様おはようございます。キースジャガーです。2019年の12月12日木曜日9時54分です。おはようございます。現在地、舞鶴市ですね。京都府舞鶴市 の、 あの港のすぐ近くなんですけども、およそ300メートル先右方向です。はい、高速道路乗ってからね、あの放送してもよかったんですが、せっかくあの港町来てるということで、ちょっと間もなく情緒があるというのか、なんというのか、情緒ないですかね、別にね。まあ、あの舞鶴の市街地ちょっと観光がてら見ていただきたいなということで、ちょっと手前から映しております。今日は舞鶴若狭道をちょっと走りたいと思いますので、舞鶴若狭自動車道、南行き神戸方面行き三田西というところでおります。三田西はもうあの最後の出口なんですけれども、そちらの方ちょっと用事があるというか配達行かないといけないんで、そこでおります。まあ三段西までよろしくお願いいたします。はい、今走ってた道が国道175号線やったんですが、今右折したことによってこれ27号線です。国道の27号線、あれ右折せずにね、ずっとまっすぐ行ってもあの小浜とか敦賀とかあっちの方向いて27号線なんですが、こっち曲がりますと綾部とか丹波とかあちらの方向いた27号線です。あそこでちょっと一旦折れ曲がってるような感じですね。逆に左に曲がっておった場合、あのもう500メーターほどであの港になります。舞鶴港ですね。あの漁船がいっぱいあの止まってるところです。なのでこちらの方向きますと山の方に向きます。綾部の方向いてますね。これ海を背にしております。ここが舞鶴の中心なんですかね。警察署、裁判所、年金機構などいろいろございます。舞鶴赤十字病院とかもあったかな、確かなかったりして、そこまで具体的な名前を挙げといてなかったりして、まあありますね、花火に書いてあるか、ありました。だってなんか西舞鶴駅という駅があるみたいですね。何やろ、国鉄か、分からへんな。山陰鉄道とかそんなんだろう、何やろ、そんなもんがあるのか知らんけど、勝手に電車の駅やと思い込んでるだけで、実はバスの駅とかね、そんなんかもしれないですけど、淡路島なんかがね、多分そうなんですよね。あれ淡路島多分電車が通ってなくて、淡路島洲本駅やったかな、洲本駅前っていうから何かなと思ったら、電車の駅があるんじゃなくてバスターミナルみたいですね、どうやらね。いや路面電車なりなんなり、あの鉄道があるんやったらごめんなさいやけど、違ったかな。こちらの方は舞鶴、西舞鶴駅、今の西舞鶴駅に関してはなんかカーナビが線路みたいな印があるので、これやっぱり線路があるんですよね。北鉄の内山線とかそんなんか、他に私鉄なんか通ってるんですかね。
地下鉄とか通らんけどな、こんなとこ。こんなとこって言ったらあれやけど。地下鉄行く暇があるんやったら下水道引いてくれみたいな。下水道はあんのかな、ちょっとわからないですけど。まあこの辺に限らず、京都府の北部の方はトイレお借りした時とかに水洗じゃないところっていうのは結構あるんで、どうなんでしょうね。まあいいや、いらんこと、もう余計なことやめとこう、怒られるわ、ね。焼肉屋純ちゃん、純ちゃん、純ちゃんって誰や、誰やと思います、あれ。どこの純ちゃんでしょうね、知らんわ。あの顔に見覚えがないわ。どこの純ちゃんに、道が、国道ガタガタですね。リフレッシュ工事してほしいくらいガタガタですね、これね。うちうちになるわ、まったく。どうですか、京都府京都市の市街地とまた違って、京都府舞鶴市の市街地、市役所がどこにあるんかちょっと知らんけれども、多分主だったところ今走ったんじゃないかと思うんですけれども、風情がありましたでしょうか。およそ700メートル先、斜め左方向です。かまぼこ屋さん車いっぱい止まってるな。バスが止まってないよね。朝の10時ちょうどになりました。これぐらいの時間でバス来えへんのかな。およそ300メートル先、斜め左方向。観光が来ないとね、ああいうところはにぎわいを見せないような感じしますけど。まもなく斜め左方向です。はい、国道27号線ここでさよなら。ちょっと県道の番号何番って書いてないんでわからないですけれども、舞鶴若狭自動車道の舞鶴西インターに向かっております。東インターもありますけれども、東インターね、ちょっと自衛隊越えてまただいぶ先行かないといけないんで、ちょっと距離が あるんでまた今度にしましょう。東インターは東インターで別の配達の時に用事があるんですけど、堀トンネル、およそ700メートル先右方向、高速道路入り口です抜けますと、雪国だったみたいなことにはなりませんね。川端さんですよね。川端さんはさておき、これトンネル出ますとこうやって 200m ほどで、まもなく右方向、舞鶴若狭自動車道舞鶴西インター入り口になります。すぐ料金所ないですね。ちょっとしばらくないです、料金所が。まもなく料金所です。こちらの制限速度50キロとなっております。
撮影開始から10分37秒、まあまあ無駄に撮影しましたでしょうか。カットした方がいいかな、こんなことするから人気が出ないみたいな、そんなことですかね。はい、舞鶴西インターチェンジ入り口です。ご覧の通り敦賀方面大阪方面両方向に入れます。私はもう敦賀とか小浜とかあっち行かないんでね、大阪の方に撮りたいと思います。本線がね1車線しかないと思うんですよね多分。合流ご注意ください。あの本線無理やり入ってあげると逃げ場を失ってしまうんで、ちょっとタイミング悪かったらゆっくり行ったらねかんかもしれません。ちょうど今切れ目があって、しかもまだ来てないですね。上り坂なんでね、坂登らなくてちょっと、まあ、60キロくらいなんですが、もうこれ以上出ないですよね。はい、合流部分に関して 2車線ありましたが、ちょっと工事してるみたいです、たまたまね。はい、黒谷枕トンネル 2250m。 舞鶴若狭自動車道はこの舞鶴あたりから小浜とかあっちの方に向けてすごくトンネル多いですよね。1車線区間も多いし、トンネルも多いし、トンネルで事故されるとまあ3時間4時間通行止めになったりすることがよくあります。冬場お出かけの際はあのチェーン規制もそうですが、事故情報とかよく取ってから行かれた方がいいですよ。通行止め知らんと突っ込んでいっても、何時間もあの高速道路で閉じ込められて、もうトイレも行かれへんかったわみたいな、 そんなことにはならないように気をつけてくださいね。現在工事されておるので、50キロに規制されております。制限速度自体はね、2車線のところほとんど80キロだと思いますね。1車線に絞られたところだけ70キロになったりするんですけれども、それは制限速度の話であって、今現在工事中なもんですから50キロに規制されております。まあ、普段と違って速度を落として走らないといけないのでご注意ください。はい、ここで工事区間終わります。ここから80キロに戻りますね。はい、2車線の区間どこまで続くかな、綾部ぐらいまでは続くんやろうか、それとももうあと1キロ2キロで終わりかな。2車線の区間になるべくいろんな車に抜いていただいて、後ろなるべく軽くしたいですよね。私の車制限速度でしか走らないので、後ろねちょっとお急ぎの方気の毒なんで、なるべくもう今のうちに抜いていただきたい。綾部ジャンクションまでは 2車線で行くんかな。綾部から先がまた1車線かな、福知山まで。ちょっとねこの辺2車線1車線なることがあるので、それによって制限速度も変わりますし、だいぶ圧迫感があるんでね、1車線のところ後ろビターッとついて煽り運転みたいな感じで来るんで、まあ制限速度守る車にとってはちょっと圧迫感のある嫌な感じの道路みたいな。そんな感じがいたします。はい、舞鶴若狭自動車道南行き、神戸方面行きです。舞鶴西インター入りまして、
綾部ジャンクションの方に向かっております。もうあと3キロくらいで綾部ジャンクションになるかと思います。綾部ジャンクションからは、京都縦貫道に入ることができまして、まあ、京都市街地方面、まあ、そちらの方にも行けます。大山崎ジャンクションの方まで行って、刑事バイパスともつながるし、名神ともつながるし、そういう感じですね。京都縦貫道、そして反対向き、日本海向きになりますと、宮津市街地の方も行きますが、天の橋立とかね、あの観光名所の天の橋立の方を抜けて、今現在の終点ちょっと新しく一区間延長されておりまして、京丹後大宮やったかな、そちらに出ることができます。与謝天の橋立てやったか宮津天の橋立てやったか忘れたけど、その辺で一旦京都縦貫道終わりまして、そこから先京丹後大宮までは無料区間になってるみたいです。でその無料区間の高速道路が京都縦貫道という名前から、山陰近畿道かな、山陰近畿道に名前変わってましたね。京都縦貫道は有料です、ご注意ください。無料区間2区間ぐらいやと思うんですが、あちらが山陰近畿道というやつです。この前走ってきたんですよ。まだちょっとね、動画めんどくさいんで編集とかアップロードまだしてないんですが、もう2週間ぐらい前に録画してそのままほったらかしになってるんで、そちらが山陰近畿道とか京都縦貫道綾部ジャンクションまでは全線走っておりますので、そうしよっか、もう2時間も3時間も動画アップするの邪魔くさいので、京都縦貫道綾部インター綾部ジャンクションから山陰近畿道までということで、まもなく2、30分の動画にしようかな、コンパクトに。で今日のやつは今日のやつで、舞鶴西から三田西までっていうことにしましょうかね。こちらの動画が1時間ぐらいで、そのジャンクションの動画が20分ぐらいかな、そんなボリュームになるかと思います。まあ、どっちもめんどくさくてボツにして削除とかであり得るんですけど、ね、ちょっとめんどくさくなっております。はい、綾部ジャンクション、舞鶴若狭道綾部ジャンクション、左が京都縦貫道、京都市内方面と宮津市街方面と両方向に行けます。この先合流があります、注意してください。この合流は京都縦貫道から舞鶴若狭道に入ってくる合流です。一般道の入り口ではございません。一般道の綾部インターはこの先4キロ先ぐらいですね、おそらく。一般道からの合流は綾部ジャンクションはないんですよ。ジャンクションとインターがちょっと綾部同じ名前ついてるんですけど離れております。はい、看板見えました。綾部まで3キロ、福知山が14キロ、大阪110キロとなっております。大阪って書く前に横川ジャンクションぐらい書いといてほしいね。大阪まで言ったらちょっと行き過ぎやわ大阪まで舞鶴若狭道通ってませんからね。別に舞鶴若狭道の終点は横川ジャンクションで中国道に接続します。あそこが終点ですね。まあ、こちら向きはね、反対向きね、ちょっとね新しくなってから行ったことないんですよね。その舞鶴若狭道がどこまで出来上がったのか知らんけども、私が昔走ってた時はどうやろ、舞鶴くらいで終わってたかな。オバマとかあの辺まで行ってなかったと思うんですけどね。でまあ最近走ったにしても小浜西ぐらいまでしか行ったことないんですよ。敦賀まで行ってんのかな、北陸道につながってるとかそんなことになってるんやろうか。それやったらすごいよね。今までね国道27号線とか8号線とかなんかそんなんを走ってたようなイメージがありまして、その海岸線はねものすごい大変やったんですよ。もう道路は混むし雪は積もるし、海岸沿いね、天気悪かったらもうものすごい風も強いし波も高いしみたいな。波は関係ないか。
まあね、大阪からもね、300キロ、400キロぐらいで福井とか石川県届いてしまうんで、まあ別に遠いわけじゃないんですけど、あんまり山陰ってわざわざ行こうと思わんかったら、山陰じゃないわ、北陸っていうのね、あんまり訪れる機会がないんですよね。いいとこなんですけどね、観光名所いっぱいあるし、魚うまいしみたいなね、いいとこなんですけど、なかなかわざわざ行こうと思わないと、ついでにっていうことはなかなかありません。はい、綾部ジャンクションから南向き、神戸の方に向かって4キロほど走りまして、やっと綾部インターチェンジがございます。入り口ございます。はい、舞鶴若狭自動車道、綾部インターチェンジ出口です。2019年12月12日木曜日10時15分です。舞鶴西乗った時に時刻言うたかな。舞鶴西インター乗っかって綾部までのこの一区間、綾部ジャンクションも越えますが、綾部ジャンクションまでの時間と綾部インターまでの時間ぐらいはちゃんと言うてあげたらよかったかもしれないですね。ちょっとここまで何分かかってんのか自分でもわからんと思ったりしてます。はい、予告してたようなことになってきました。綾部ジャンクション越えて、綾部インターを越えてからですね、綾部インターを越えてからもう南側に関しては一車線に絞り込まれます。今まで80キロで走っておった道路が70キロに制限されますので、ご注意ください。この1車線の規制は途中追い越し区間があるのかどうかは分かりませんが、福知山インターぐらいまでは1車線やと思っておいた方がいいかと思います。福知山まで何キロやろうね、20キロあるかなどうかなっていう感じじゃないでしょうか。そんなにないか、半分やね、半分もなかったね。はい、綾部インターチェンジ越えまして、1キロほど来たんで、綾部インター福知山間は10キロということになりますでしょうか。福知山9キロ、春日26キロと書いてましたね。春日インターチェンジは出口であるとともに、春日インターを出られますと北近畿豊岡道っていう方に接続します。北近畿豊岡道は、氷上和田山あちらの方まで行って、またその先ずっと行きますと、矢部の方行きますね。八日氷ノ山、あの辺りはスキー場が神鍋やったか何やったかありますよね。八北やったっけ。でまだその八日氷ノ山の先が今できておりまして、なんて言ったかなあれ、最後ちょっと最後の出口の名前忘れましたが、国道312に引っ付くんやったかな、312やったかなあれ番号、それとも県道4号やったかな、城崎温泉行くのに丸山川の横抜けてみたいな、そんなところに出ると思うんですけど、豊岡市街ですね、要は豊岡市街のちょっと手前ぐらいに出てくる感じではないでしょうか。丸山川沿いではなく山の中に一旦出てくるんですよね。忘れましたし、なんでそんなことまで言わないかあれですけど、あ、そうか、北近畿豊岡道、はい、北近畿豊岡道はまた走った時にちゃんと説明しますね。今日は走りません。春日から北近畿豊岡道に行けるよという話をしただけです。
今現在左側工事しておるように見えるこれなんですけれども、おそらく道路作ってますよね、これ間違いなく。ここ1車線しかないでしょう。これね、2車線2車線になるんちゃうかな、これね。なんかもうだいぶ形出来上がってきましたよね。あと2、3年でできへんのかな。2、3年じゃ無理かな。でももうそろそろ勝負つくんちゃいますか、これ2、3年は無理かな。だいぶはかどってるように見えるけどな。ほら、もう左壁もできてコンクリート塗って、あとはアスファルト引いたら終わりかみたいな感じになってますけどね。この2車線っていうか1車線の対面通行のこの区間が2車線になってくれるっていうのはちょっとありがたいんですけどね。舞鶴若狭道はね、田舎道でもう土地だだっ広いくせに1車線ずつしか作ってない。これ失敗なんですよね。本当に思ってる以上に利用者いるんで、1車線やとやっぱりめちゃくちゃ煽られますからね。岡山道とかも1車線やったかな。あれももう大変やったな、昔。もう20年くらい走ってないか。でも20年くらい走ってないな。岡山道とか浜田道とかね、全然走ってないですよ。まあ用事がないっちゃないんですけども、この舞鶴道みたいにね、南北に本州を南北にぶち切るような縦断する道路なんですけどね。いずれもらしきものもできてますね。違うか、料金所じゃないか、骨組みか、ただの。この辺はちょっと桁になって高架になってるから、これつなげるのはしばらくかかりそうですね。すごい大掛かりな、この川を、由良川かな、これ由良川を渡る橋を架けるから、橋架けるのどれぐらいの時間でやるの。そういうね、日本の技術。裏側を渡って、ここは田んぼか、ただの。はい、だいぶちょっとパラパラときましたね。雨降ると思ってませんでした。カッパを持ってきてません。気温ね、さっき舞鶴で道路に表示されてあったのが8度くらいでしたね。今日はわりかし あったかいかもしれません。朝方3度4度くらいやったら 雪かもしれないんですけどね。あ、早く出来上がってほしいな、この反対車線というか、舞鶴まで、舞鶴じゃない、福知山まであと2キロなんですけどね。福知山越えたら途端2車線になるかと思います。まあ私の後ろ、これ私の車制限速度70キロ守って走ってるから結構後ろ詰まってます。ミラーに映るだけでも10台くらいいるんちゃうかなと思いますけどね。なんか後ろ早いけやボケみたいなんでずっと後ろについておると思うと、まあまあそんなに焦らないかんようなこともないんですけどね。この辺もすごい大きな桁ですね、あれ。
しになって上を通す感じか。なるほど。この下の県道はたまに配達で使いますけどね。福知山インターを降りて9号線から裏の道に入って綾部の方に抜けていく県道ですね。若狭自動車道の福知山インターチェンジ出口です。福知山インターチェンジは降りられますと国道9号線です。この先合流があります。注意してください。はい、福知山インターチェンジから2車線に変わります。制限速度80キロになるかと思います。福知山インターチェンジ入り口です。舞鶴若狭自動車道南行き神戸方面行き、制限速度80キロです。福知山インターチェンジです。中国道まで53キロと書いてました。宇都部パーキング3キロ、錦サービスエリア27キロです。福知山からね、福知山インターから、横浜ジャンクションまで中国道までが53キロですね。やっと距離分かりましたね。はい、北近畿豊岡道の方に接続します春日インターはあと16キロです。阪南笹山口30キロと書いてたかな。ちょっと読み切らんかったのでまた文字で出すかと思います。パーキングエリアね、コーヒーカップみたいなマークあるけど、どうやろう、自販機だけとかじゃなくて多分売店っぽいのがあったような気がしますけどね。また降りていってどんなんかなーって覗きに行かんと、ちょっと何があるかは分かりません。綾部パーキングは完全にトイレと自動販売機だけやったと思うんですけれども、まあ通り過ぎましたけどね。綾部は武藤で多分コマシやと思うね、設備的に。で、錦サービスエリアがちゃんとしたサービスエリアなんで、食事するところもガソリンスタンドもあります。唯一錦のサービスエリアがこっち方面はそのガソリンスタンドがある感じですね。燃料心もとない方はしばらくガソリンスタンドないんでお気をつけください。中国道入ってもね、赤松のサービスエリア、多分赤松はなかったと思うな、ガソリンスタンド。西宮ナジオとかもその辺まで行かんと下手したらないかもしれないですよ、ガソリンスタンドね。武藤部のパーキングエリアですが、自動販売機とトイレだけっていうにしてはちょっと建物がでかかったので、ちっちゃな売店ぐらいはあるんかもしれませんね。こうやって昼間の明るい時間帯に走ってる分にはいいんですが、ご覧の通り街灯が全然ありません。なので対向車と自分の車とヘッドライトぐらいしか明かりがありません。夜走るとね、真っ暗ですよ。右も山、左も山みたいな、家の街の明かりがないぞみたいな、飛行難を立てろみたいな感じですね。あれが立てば明るくなるよみたいな、山奥に。
カーナビもね、右に何がある、左に何があるって何も書いてないですよね、これ。山しかねえみたいな。村もないみたいな感じですね。街灯の類が全くないので、本当にあのヘッドライトだけが頼りです。さっき福知山で時間言うてないね。今現在10時29分です。福知山のインター5分前に通ったとしても10時25分ぐらいです。綾部から福知山までが何分で行ったかな。おそらく距離は10キロなんで10分ぐらいで行ってるかと思います。しっかり降ってきた。みたいな。空は晴れておるのにね、だいぶしっかり降ってきましたよね。山の天気ってやつですかね、これね。雲の切れ間、青空もちょっと見えておるんですけどね、もうワイパーをちゃんと動かさないと前が見えない感じです。まあ、私の場合前見て走ってないので、もうスピードメーターとにらめっこしておりますので、前なんか目つぶって走ってるようなもんです。なってきましたね。せっかく走ってんのに、これ走ってんのにはいいか、撮影してんのに、これ撮影もいいか、別にね。この道路はちょっと一区間一区間がだいぶ長いんで、喋ることがなくなってしまいますよね。で、間を適当なこと喋るといらんこと言ってしまってね、それを消さないかんがためにカットしてみたりボツになってみたりみたいな。まあ、長いトンネルを出たらまた山が広がって、山がしばらく続いたと思ったらまたトンネル入ってみたいな、それが延々と繰り返されるんで、まあ退屈ですよ、運転してると。今どこ走ってるかちょっと分からなくなるような感じですね。まあカーナビがあるんでね、カーナビの地図見とったらまだこの辺かとかってなるんですけど、昔はもうカーナビが普及してない時は本当にあのぼーっと寝ぼけながら走ってたら、今どこやろうみたいな、何インターと何インターの間やろって、景色見ても山かトンネルかどっちかやから、とりあえず分からんぞみたいな、目印も何もないわみたいなことで、ここはどこっていうことになってましたけどね。まあ何キロポストのあたりはどこかなみたいな、そんなんあの把握しておればね、あのそんなことで迷子みたいなことにならないんですけど、はい、ここから、中国道まで44キロと出ました。で、ここはどこやねんって言いますと、福知山市の市島町関牧って書いてありますね。市島って福知山市なんかな、これ勝手に福知山市と言ってしまいましたが、市島町、インターからこの山越えて福知山の方に行こうかっていう時に県道を走るんですけれども、その途中に千島町ってあるんですけどね、
浜市なのか春日の方に分類されるのかどっちかな。ややこしいけど福知山と今まで思っておりました。ようやく右左に町が見えて、まだ一島町と書いてますね。この自動車道の南行き横川ジャンクションの方向いてます。神戸方面行きです。制限速度は2車線の部分が80キロ、1車線の絞り込み70キロなんですが、もうここから先はずっと2車線なのでずっと80キロだと思ってください。がね、こうやって変わり映えしないと退屈なんで、もう眠ってしまいそうな感じですけどね。右も安定して山、左も安定して山。夜走ると街灯もないから真っ暗やしね。もう夜というか夜中明け方にかけて霧なんか出ようもんなら、もう幻想的な風景になってしまって、そのまま居眠ってしまったらあの世に持ってかれるぐらいの感じですけどね。はい、錦サービスエリアまで15キロ、残り15キロ。錦サービスエリアまで残り15キロのこの地点ってどこやねんって言っても、お、もう一島町をやめてこの春日町に変わりましたね。町が変わりました。一島から春日に変わりました。町は笹山市になるのかな、福知山市なんかな。ETC 専用のレーンじゃなくて ETC 限定か。春日インターチェンジ出ますと、春日インターチェンジ自体は昔からあってスマートインターとかではないので ETC じゃない車も通れるんですが、 ETC の中でも最新式の ETC ETC2.0 かな、あれを取り付けておられる方限定なんですが、春日インター降りられて1回降りられて、おばあちゃんの里かなんかいう道の駅があるんで、そこでお買い物されてもう1回高速道路戻ると、2回料金取られずにその1回で済むみたいな、降りて買い物したん1回出ましたけれどもカウントせんと乗り直し OK ですよみたいな、そんな制度が使えるみたいです。こちらは乗り直し料金据え置きって書いてますね。1時間以内か、1時間以内やから1時間以上経ったら乗り直しもう1回払い直してくださいよってことになりそうです。着脱場が2キロ先、この辺も冬場雪積もるのでチェーンの着脱2キロ先でやらせてくれんのか。一応そういうところも下見しておきましょうか。2キロ先ですと春日インターを越えてからになるのかな、こっちから行くと。春日インターチェンジは、ジャンクションっていうよりはインターチェンジです。一回春日出口に出るような形で、このちょっと道の駅の話はややこしいの置いといて、春日インターチェンジ出口を出まして分岐してるんで、出口の方に行く方と北近畿豊岡道っていう方に乗り継ぐ方とございます。北近畿豊岡道は、氷上や和田山を抜けまして、ヤブの方を抜けて最終的に豊岡の市街地に出るかと思います。
はい、春日インターチェンジ入り口越えました。現在10時39分です。10時39分。福知山から15分ぐらいかな、15分かからんぐらいかな、そんな感じだと思います。退屈や。こんだけ独り言言うとってもまだ退屈やな。遊び合えてほしいな、ちょっとね。はい、丹南笹山口13キロ、三田西31キロ、大阪83キロです。私の目的地三田西インターでおりますので31キロかなと。もう30分少々お付き合いください。30分ぐらいの間にあと丹南笹山口をご紹介して、あ、チェーンの着脱場どこやったやろ。ちょっとこれも文字で出しますね。見逃してるね。いらんこと言うてる間に見逃してますね、多分ね。もう2キロ先って、ね、とっくに超えてますわ。錦のサービスエリアで思い出しました。錦のサービスエリアはね、チェーン規制とかかかってる時に、スタッドレスとかチェーンとか履いてない車はサービスエリアで止められて、通行させてもらえなくなりますんで、そういう、タイヤチェックの検問が雪積もってる日はありますんで、舞鶴若狭道を走られる方や北陸道を走られる方は、ご注意ください。北陸道どこでやるんやろ。木の本とかあの辺でやるのかな。あの辺なんかあったっけ。米原とか彦根とかあんなところになんかあったかな。ちょっとね、北陸道もね、もうずっと通ってないんでね。ほんで北陸道通った時でもそんなところ別に目的地じゃなくて、例えばこの大阪から仙台に行くよとか、そんな時に東京周りで行かんと北陸周りで行くんで、東北に行きますみたいな時に北陸道通らせてもらうだけで、別に目的地で降りることがあんまりなくてですね、ちょっとちゃんと覚えてないんですよ。しかももう20年ぐらい前とかそんな話になってます。覚えてません。開き直ったろう。何か天気晴れてきました。空青くなってきましたね。さっきまでまあまあ雨降ってたのそのようです。舞鶴若狭道2車線の区間は制限速度80キロです。ただもうあと間もなく1キロぐらいで工事区間が始まるのかな。ほんで右車線に絞られたら80キロの制限速度の道路ですが、50キロぐらいに規制されるかと思います。60キロやね。60キロまで落としましょう。ここもなんかバス停なのかチェーン巻いていいとこなのかちょっと判断に悩むところですが、工事区間ということでここから50キロになりました。規制がかかっております。工事規制で50キロです。錦サービスエリアまで5キロと書いてますね。
350ぐらいやったかな。長いトンネルの中入ってしまうと何も言えることがないですよね。解説も案内もやりようがない。何を喋ろうっていうよりは景色が変わり映えせえへんので眠たくなってきてます。居眠り3秒前ぐらいですね。喉と鼻が調子悪くてですね、大変お聞き苦しいこともあるかと思いますが、ちょっとせっかく喋る内容がないんで今のうちに喉飴を舐めます。山椒の町、丹波笹山市に入りました。錦サービスエリアまで 2.5 キロ、上荒川パーキングエリアまで27キロです。上荒川パーキングエリアが舞鶴若狭自動車道の最後のパーキングエリアになります。で、上荒川のパーキングエリア越えますと、3キロほど走ったらおそらく横川ジャンクションじゃなかったかなと思います。工事区間終わりましたので2車線の道路、舞鶴若狭自動車道の2車線の区間に関しては80キロの規制じゃないわ制限速度になっております。舞鶴若狭道南行き横川ジャンクション方面、中国道の方に向いて神戸方面に向いて走っております。現在錦サービスエリアのすぐ手前まで来ました。現在時刻10時47分です。サービスエリアです。錦サービスエリア、今日は空いてますね。車ほとんど止まってません。売店とレストランとトイレ、大きいトイレと、あとエネオスのガソリンスタンドがございました。はい、錦サービスエリアから出てくる車の合流区間です。錦サービスエリアから中国道まで25キロです。
自体は8度か9度かそんなもんやろうけど、車の中におりますと風が当たらへんので日光だけでまあまあ暖かい。こうなってくると心配なのが、この撮影しておるカメラ、これが温度上昇のためでまたプチッと強制停止があり得るような感じがしますね。私が暑いと言ってるぐらいやったらそうやろな。はい、丹南笹山口まもなくです。はい、舞鶴若狭自動車道丹南笹山口、丹南笹山口です。はい、すみません、会社から無線が入ったため、ちょっとその部分はカットしておろうかと思います。いいって言われても、はい、現在時刻10時53分ですね。あんまり時間経ってません。カットしたり熱上昇で途切れてみたりいろいろあって、ぐちぐち途切れてますが、丹南笹山口越えて少し来たところです。とはいえ 2,3 分経ってるかな、丹南笹山口から。なので3キロぐらいは走ったかと思いますね。まあ、3キロ走ってもこのご覧の通りあまり景色と変わり映えございません。やることは同じ、黙って山を見ながら走れと、そういうことになっております。景色が退屈でね、もう眠たくなるんで、なんか言おうとしても頭回らんから噛みますよね。ほんで噛まずに言えたとして大したこと言わないしね、もう眠たいからね。まあまあ音全部消して BGM っていうのもありなんですけどね、そんな愛想もない動画作ってもしょうがないかな。私の動画は下調べしてない不確かな情報にしろ、しゃべってね、案内してるって、これがねうちあると思ってやってるんですから、しゃべり全部切って BGM にするとちょっとねうちないかなと思ったりしております。そっちの方が、ね、再生回数伸びたりしてね、お前の喋りいらねえみたいな、ね、そんなことになるかもしれませんが、もしよかったらチャンネル登録をお願いします。2019年の12月の頭からチャンネル登録をお願いしますということを言い始めました。今現在12月12日現在では登録者数17名しかおりませんもので、全くYouTube の広告収入など収益に全く関係ないところでやっておりますので、収益はねチャンネル登録1000人超えないと無理なんですよ。なのでね、あとこのままのペースで右肩上がりに会員数増えていきましても、あと30年くらいはかかりますね、1000人到達するためにね。まあ、半年で17名くらいですから、30年くらいかけますと、このままのペースで減ったりしなければずっと増え続けるという前提で、まあ30年ぐらいでようやくチャンネル登録1000人超えるのかなみたいな、そういう見通しとなっております。若狭自動車道の丹南笹山口を越えて、今10時56分やから笹山口何分やったかな、忘れたから距離分からんな。動画の撮影時間で行こうか。5分やろ、5分半で3分くらいロスってるとして
って8分ぐらい、9キロぐらい走ったんかな。神奈川笹山口のインターチェンジから9キロ10キロ走ったか走らんかぐらいの辺りにおります。ここが何町なのかどうなのかっていうのもちょっとあのカーナビを見ても何にも書いてないんですよ。周りに畑と山しかないもんですから、住所も何にも書いてなくて、ちょっと今どこを走っておるのかもちょっと分かりません。神戸方面行き、制限速度2車線区間なんで80キロです。1車線の区間はこの先はもうございません。福知山から北川、日本海に向けて辺りが1車線の区間がありまして、1車線の区間は制限速度70キロとなっております。今日は工事をしておりましたので、60キロや50キロの規制区間がありました。制限速度とは別に工事の規制がございました。追い越し車線、追い越し終わったんやったら左入ったらいいのにね。車線を走り続けるっていうことするにはちょっとゆっくりすぎたかなみたいなペースで走ってありましたね。はい、間もなく、工事区間規制が始まります。50キロになります。やっぱり一時的なもんです。工事してる間だけ50キロです。私の方はあと目的地まで8キロほど走ったら着きますので、8分ほど、もう10分切りました。途中で熱上昇、温度上昇のため動画が途切れたんで、またつなぎ合わせますけどね。1時間ぐらいの動画になったかな。舞鶴西から三田西まで60キロくらいあるとして1時間ぐらいの動画かと思います。途中途切れましたけど、すぐ復旧した分は別動画ではなくつなぎ合わせてあるので、そんなにロスすることがなく1時間ぐらいでだいたい舞鶴若狭自動車道の若狭の部分に関しては、小浜とか福井県の方とか辺りっていうのはまだ私の動画ではまだ通ってないんですけれども、舞鶴西から、南側ですね、舞鶴西から綾部や福知山を越えて笹山を越えて、そしてこの三田の方に入ってくるわけですが、これぐらいの南半分の区間っていうのは網羅したんではないでしょうか。この区間が1時間、そして敦賀まで行くんやったらもう2時間ぐらいかかるんだな。ちょっとね、向こうになると2車線の区間がどれくらいあるのかわからないんですけど、とりあえず舞鶴越えたらもう小浜行くまでほとんど1車線やったと思います。なので70キロの区間の方が多いですよね。そうするとペースも上がらないので、どうでしょうね、距離的なものもよくわからないですが、まあ横川ジャンクションから舞鶴西までの区間が1時間で行くならば、舞鶴西から敦賀までの区間、
早くても1時間半ぐらいかかるんじゃないかな、どうかな。道路が開通する前しか走ったことがなくて、まだ開通してから小浜西より先行ったことがないんでね、ちょっと走ったことがないんでちゃんとした話はできません。行ったけど忘れたとかじゃなくて、もう小浜西より先は行ってないんですよね。高速道路なんてない時代にしかその区間走ったことがないもんですから、来てから何年になるんやろ、もう5年以上経ってるんやろうけど、小浜から敦賀までの区間とか言っても20年ぐらい走ってないもんな多分ね。20年ぐらい前は逆に言うたらいろんなとこ走ったは走りましたね、日本全国。どっか路線こっからここまで走ってくれっていうのは、そんな路線を毎日こなしてるような感じじゃなくて、毎日どこ行くかわからんような、西向くのか東向くのか、南か北か、もうどっち行くかわかりませんよみたいな状態で、ちょっとね、エリア違反じゃないけれども、どんな縛りで仕事させられておったのか、まだ20代だったばっかりぐらいの頃でしたからね。あと 2.5 キロぐらいで三田西インター降ります。目的地の方まもなくたどり着いてしまいますので、動画を切らせていただきます。すいません、もしお嫌でなければチャンネル登録お願いできませんでしょうか。今現在17名なので、これ目標としております1000名を超えないと橋にも棒にもかからんと言いますか、およそとりあえず1000名を目標にやっております。17名しかメンバーおりませんが、よかったら18名目になってあげるよという方、チャンネル登録のボタンお願いいたします。はい、私の動画長いね、もう15分ぐらいでサクッと見れるやつ作らんかいっていうご意見もあろうかと思いますが、なるべくノーカットで実際に走ったところね、要所要所かいつまんでではなく、全てノーカットでなるべくお伝えしようということなので、1時間2時間の動画になっております。全部見てくれとは言いません。早送りして見たいとこだけ見ていただいたらいいんでね、笹山のあたりチェーン巻く場所があるんでどこやねんっていうのとかね、行ってみないとわからんっていうことに関しては、その現場あたりの風景、そのあたりのところで止めてみていただければそれでよろしいかと思います。どうせね、途中何にもない区間、私がいらんことをベラベラ喋ってるだけなんで、見たいとこだけ見ていただければありがたいかと思います。はい、目的地まもなく到着します。左方向高速道路出口です。神戸三田国際公園都市、公園の都市なんだ、ここはちょっと読み切らんかったな。もう一回チャンスあるから、神戸三田国際公園都市、公園都市なんかお前ここは、工場みたいな建物いい会社がいっぱいあるようにしか見えへんけど、公園都市なんやろな言うからには。はい、三田西インターチェンジです。朝の通勤時間帯とかはもうこれ料金所出てすぐの信号からずらっとつながって、この辺ももう立ち止まってることが多々ありますけどもね。はい、三田西インターチェンジ出口です。長らくご視聴ありがとうございました。すみません、国際公園都市三田です。失
失礼いたします。ごきげんよう。